皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もシェルタード2ですね、やっていきたいと思うんですが、マリエさんを、てかこれコメント欄にマリーさんマリーさんなのかなマリーさんだったか、ていうかなんか人が普通に来てるんですけど、なにこれ人、え、なんか入ってきたぞ。ちょっと待って、え誰、あ、インターホン、ジェリー、あのどうも新しい仲間を探してたりしないですか。しっかり働くし問題起こさないからなんか来たステータス低いな、まあ、近く高いからアイテム作りとかやってもらおうか。初めて新たな仲間を採用した。採用したばかりの人材はまだ完全に忠実な部下というわけではない。忠誠度の低い人材は探索に送り出すことはできない。あ、そうなんだ。人員の忠誠度は時間経過とともに上がっていく。なるほど。とりあえず来た。マリエさんを、もうマリエさんでいいですよねマリエさんをどうするかだな。発電機ってアップグレードできないのかな。あ、でも発電機作らないと電力量が足りてないっぽいな。あー、風力発電機がある。これ欲しいな。いや、でも結構いろいろ必要ですね。眠くなってる人を、おー、ランクアップ。オブジェクトの作成速度が向上する。ちょっと寝た方がいいんじゃないの。ここでコンロでもなんか作りたいですよね。調理した食材、缶詰などの食材単体よりも空腹ゲージが多く満たされる。あ、いいですね。ブロッコリースープでしょう。ブロッコリー4つでもうないのか。いやー、あれが必要だな。プランターみたいのも欲しいですね。で、アフロはちょっと更新してもらうか。勢力に連絡。ああ、出会ったすべての派閥とは無線で連絡を取ることができます。いずれかの派閥の旗を左クリックすると、その派閥との無線通話が開始されます。評判を上げるために仕事をリクエスト、仕事をリクエストしたり、取引を手配したり、最終的には特別なクエストを与えられるほど信頼されるようになります。派閥との同盟を結ぶためにはクエストの達成が不可欠。歯車か。これを受け入れたらいいのかな。ちょっと戻るか。取引。これはどっちのあれなんだ。あ、これを変えるのか。羊毛欲しいですね。指定の場所行って取引しなきゃいけないんだ。仕事も受け入れてみるか。ピストンと歯車10。いけるかな。あ、燃料がもうないんだな。ちょっと待って、燃料がない電力確保できないな。燃料取ってこなきゃな。あ、取引ここなんですね。じゃあここ行くか。5個ぐらい持ってく。ちょっといろいろ探索しなきゃな。あー、もうこの辺り全部ブラックローゼの領地なんだ。こっち側行った方がいいのかな。まあいいや。はい、出発してもらう。もう燃料がないから何もできなくなりそう。あー、着きましたね。これで取引できるのかな。はい、羊毛が、羊の毛欲しいんですよね。はい。あ、そういえばなんか取引のあれ持ってきてなかったな。お金はないですね。あ、もうなんか物々交換だから持ってこなきゃいけなかったんだ。忘れてた。そういうことか。うん。なんだこれ。何も上がんないですよね。そうだ。物々交換ですよね。完全に忘れてた。まあいいや。このまま、ちょっとこっちの方行ってみましょうか。過酷だな、これ。相当過酷ですね。あー、これも直さないと多分天気が分かんなくなるんだろうな。直してもらおう。
他直すもの。あー、なんか来たぞ。リアカー引っ張ってきた。商人かな。結構いろんな人がいるんですね。面白いな。商人来たかも。トレーダーが到着。別に取引しなくてもよかったかも。これは？あー、誰か行ってくれないかな。商人のアイテム。あ、これで見れるんだ。わー、あー、燃料欲しい。燃料欲しい。めちゃくちゃ欲しい。24か。武器も結構いろいろあるな。ナイフ欲しいですね。11.5。どんぐらいで売れるのかな？おう！あー、なるほど。鉱石はでも後々必要になるかな。どうしようかな。寺のガソリン缶2か。高いですね。24か。抗生物質1個売るか。あと岩。岩安いか。これで22。あー、ナイフ欲しいな。まあでもこんぐらいかな。そんな武器いらない気がするけどな。取引を試みる。あ、ちょっと安くてもいけんのか。なるほど。74% とか。はあはあ、交渉力があれば、94% だからいけるでしょ。あ、2回。残り2回いけんだ。じゃあちょっと最初は、あー、なるほど。70% ぐらいで1回試してみるか。あ、ダメ。あと1回。これはもう確実に欲しいとこなんで。値段が上がったりはしないんですね。70% ダメだったか。まあいいや。はい。同意した。なるほど。ここら辺で交渉能力も必要になってくるんだ。面白いですね。あ、パーティー来た。何にもない。ちょっと待って。やばいな。もうレーションがなくなる。ちょっと探索つらいですね。この辺り何にもないのか。そのまま行ってくれんのかな。これ、寝た人がちゃんと修理しないといけないですね。おお、来た来た来た。あ、ここにあったのか。ちょうどよかった。はい。ただ、この先繋がってないんだな。だ、他の領地をまたいでいくしかないのか。この砂漠は、チームアフロの領地ってことなのかな。ここら辺も探してみるか。これほんと、トラップ引っかかんないな。あと何か。あ、薬品だな。ここにあるのか。結構いろいろ入ってますね。いや、この、プランターもっと欲しいな。あ、パーティー来た。さあ、どれだけ、アイテム取れるか。おー、いいですね。また全部は持って帰れないんで、貴重なものを。あ、バットもある。木材も欲しい。鉄欲しいですね。これもやっていくうちに、いろいろと必要なのが分かりそうですね。古いタイプの磁気、あ、フロッピーディスクは、端末で使えるんだ。リーダーに特徴ポイントが付与される。そんなのもあるんだ。これで限界かな？まあ、また次回ですね。はい。で、一度戻ると。探索エリアかなり広げないとダメだな。あ、二人帰ってきたかな。この二人はもう寝てもらわないといけないですもんね。これ今のうちにアンドリューさん、行ってもらうか。一人でもいいから行ってもらわないとダメですよね。あ、不満が溜まってるけど。あ、帰ってきた。あ、ちょっと待って。重量オーバーになるな、これ。うわー、重量がいっぱいになってきた。食中毒になった。アフロが食中毒になってる。これで食中毒治んのか。はい。これでやってもらって。
いやー大変ですね。週末レポート。ここでは週間報告確認できる。あー勢力もどんどん変わってくんだ。いや英知でどちらの勢力につくかとかそういうのも選べるんですね。はい。あでも立ち位置中立だけどちょっとプラスになったのかな。とりあえず本棚を作ってスキル読書するようにしましょう。いやでも誰が何をするかも考えなきゃいけないな。ん？また食中毒。そんな腐ってるものある？それ捨てなきゃダメか。食中毒の薬なくなっちゃうな。そんな腐ってないですよね、パッと見。あ、スープかな。スープ食べてた。スープ飲んで食中毒になってるのかな、これ。カリスマのブックを読ませるか。あー、カリスマ性が上がってる？なんか全然カリスマ性なかったんですよね、アフロ。あー、まだこの新しい人の方がカリスマ性ある。結構ステータス上げたと思ったんだけどな。これ本を読み始めるとずーっと読んじゃうんだな。寝てもらう。あこの二人は仲いいんだな。この二人なんか相性いいですね。あ雨降ってきた。これは普通の雨ですよね。あアフロのカリスマ性が上がった。ちょっと待って、これ本いつまで読んでんの。本を読むのをやめてほしいんだよ。あ、これでいいのか。これでやんなきゃいけないんだ。延々と本読んでるとこだったから。あー、これもちょっと欲しいけど、ドラッグディーラーとしてやっていくか。ここに作ってみましょうか、一個。お、こっち来てる。なんだろう、また仲間かな。もういらない気もするんですけどね。来た。なんだろう。もう5年も一人でサバイバル生活を送ってきたけど、もう限界だ。君の勢力に忠誠を誓うから中身入れてほしい。エドワードさん来ましたね。5年も一人で頑張ってたんだ。5年、長いな。入れてみるか。はい。大丈夫かな、こんなん入れちゃって。とりあえず、アフロは、知識の本読んでもらう。なんか、ドラッグ作れないのかな。うわー、花が必要なんだ。うわ、足りな。自家製放射線剤。とりあえず、ベッドが必要。エドワードさん、早速お仕事してもらって。薬を作りたいんですけどね。ミックスって何？あ、これで、調合して、いろいろと作れるんだ。わー、やばそうな薬がいっぱいある。なるほど。そういう要素もすごいな。要素かなりありますね。テーブルとかも置きたいけど、まずベッドだな。はい。いろいろやってもらいつつ探索も行きたいんですけどね。アフロとアンドリューで行ってもらうか。ちょっと遠出してもらいたいんですよね今回は。でアンドリューさんに武器渡そう。でアフロにバッグかな。他なんかバットかなんかありました。あバットも。あ筋力足りない。こっち行くか。あ、これ渡れんの？川渡れるんだ。じゃあ全然 OK だな。4つぐらい持たせるか。5個ぐらい持たせる。川渡れるのか。知らなかった。ちゃんとすごいこれ。ランドセル背負ってる。グラフィックもちゃんと変わるんだな。あ、スキルが上がる？これいいですよね。出
血。マリエさんは、ちょっとこれでやっ、戦闘要員として育てるか。ポイント重要だな。あ、パーティー来た。あ、遭遇してる、嘘。おかせる、あははは、物騒なもの持ってんな。誰これ。どこにいるか分かってるのか迷っているみたいだな。ここは CTK モブの領域。その顔を見る限り、俺たちはまだ出会ったことないようだ。今すぐ出ていかないと暴力沙汰になるぞ。それも非常に暴力的なやつだ。強いのかな？ナイフ持ってますからね。やるか。誰だ？捕獲拷問殺せ。捕獲拷問殺せ。それが CTK モブだ。信じられないって言うんだ。リーダーのジェシー・アイント・ホーウェンが喜んでご案内しよう。協力。これで無線慣れか。まあ、しょうがないですよね。これどうしようもないのか。あと、もうちょっと探索行ってもらうとな。手ぶらで帰ってきてもどうしようもないですからね。こっち側行ってみるか。うわー、もう、レーションがないけど。ここでなんかいろいろできんだな。なるほど。狩りとか、採取とかできるんだ。森だと採取できるんですね。狩りしてもらおう。肉が欲しい、肉が。狩り重要だな。はい。また新しい人と遭遇した。この領域はニューオーダーが管理している。ここは機密エリアで、君は現在方針にしている。暴力に頼るのは避けたいので、今すぐ退去することを進める。なんか冷静だな。でも強そう。ニューオーダーは世界をかつての栄光に戻すことができる唯一の派閥である。我々の代表は我々の輝かしい派閥の全ての敵を撃退するために疲れを知らずに働いている。代表を称えよ。結局、探索は?もう一回やんなきゃいけないのか。狩りしてほしいですよね。新しい領域入ったら必ずあるんだろうな。動物と遭遇。道路で遭遇。どうやら戦闘状態になってしまったようだ。基本的なことを教えよう。うまくいけば君は生き残れる。RPG 形式か。ほうほうほう。右クリックで、スキルをしよう。毒のあれか。ポイズンパンチやってみようかな。毒状態になった、すごい。次攻撃されるのか。おたけび、仲間呼ぶの。なるほど、これがターンのあれか。アフロは何ができるの。普通の攻撃。まあ攻撃するしかないですよね。これが体力か。 HP ありますね。はい、弱っ。めちゃくちゃ弱いな。もう一回攻撃できる。投石してみるか。スタミナが足りないのか。スタミナが、これがスタミナか。どうしよう。ナイフですよね。普通に攻撃した方が良さそうだな。おい、ブロックされた、嘘。近接。強い、54、めちゃくちゃ強い。噛まれた。黒構えた。もう一回来る。攻撃、近接。よーし、やった。殴り殺した。これでお肉が取れるんだ。少ないな。ようやく資源。こうやってお肉取っていくのか。過酷ですね。しかもレベル、スキルも結構上がるな。筋力上げてほしいな。狼もちゃんとステータスあるんですね。カリスマ性高いな。ステータス高い。戦闘こんな感じなのか。いいですね。まだ狩りできるんだ。狩り重要ですね。作れるものが。これ作って置いとくか。罠が全然引っかかんないけどな。もう一個増やしてみましょう。ウサギが。最初いたウサギが。
いなくなっちゃいましたよね。あ、パーティー来ましたね。報酬を回収。お、めちゃくちゃ取れてる。こんな取れるの？あー、なるほど。こんだけ取れるんだ。さっきのは、その探索中に遭遇しちゃったのか。あ、これいいじゃないですか。もうちょっと、欲が出るな。採取もしてきましょう。めちゃくちゃ取れるじゃないですか。あ、もう、ないけど、ちょっと頑張れるかな。おー、これで食料だいぶ賄えそうだな。森ですね。森の勢力の人とは仲良くした方がいいな、これ。